こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は南洋の白蝶パールと黒蝶パールのですねルースがありまして、それをペンダントに加工します。まあ、そのことについてちょっとご説明したいと思います。南洋玉のこの手でございますね。ちょっと大きくします。形がね、どちらかというと丸じゃないんですよね。バロック系、ちょっとこう雫のようなこういう感じ。ここにちょっとこうね、ここに穴開いてますから、ここに例えば簡単ですとこの図に書いたようなですね、これバチカンチュのつけて、中にシンボをつけて、これ作ることも可能です。まあ、金でもプラチナでもホワイトゴールドでもそれは可能でございますね。あとはですね、こういう、これがね、黒蝶貝の、まあ、バロックですね。こう、雫型のような、これも同じような感じで、こういうふうに作ることも可能で、まあ、あといろんなタイプあるんですけどね、あんまりこういう形ですとね、下がるのがやっぱり一番いいと思うんですよね。まあ、同じタイプで2個あれば、下がるピアス、イヤリングを作ることも可能です。ただちょっと1個の場合はどうしてもね、まあ、片ぽっちわけにいきませんので、そういう場合はやっぱりこういう下がるペンダントヘッドとか、まあ、いろんなもの、まあ、あとはもうピンブローチみたいな感じにちょっと加工してね、作ることも可能でございます。その付近はですね、ご相談を応じますので、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。